どうもーゆーみんです。今日はじゃん、森永アイス、反対だった、森永アイスチーズスティック4種のチーズ仕立て、これを食べてみたいと思います。あ、ほら、これ系のアイスでブルーベリーやらストロベリーやらなんかいろいろあるんだけど、これが一番ベースなのかなって。クリームチーズ、チェダーチーズ、カマンベール、マスカルポーネ、4種類のチーズがインしてる、もうまさにチーズっていう感じのアイスですね。周りはチーズ風味のコーティングで、中がチーズアイスで、土台がビスケット。またビスケットがいい味出すんだよな、美味しそう。分類はアイスクリーム1個204キロカロリーです。じゃあ早速開けていきたいと思います。よいしょ。はい、コーティングされてるのがよくわかりますよね。うん、美味しそう。チーズの香りがします。じゃあ早速一口いただきます。うん、チーズうま。コーティングはパリッとはしてないですね。滑らかです。あんまりコーティングを感じさせないで、この中のビスケットが全然なんていうの、しっとりじゃなくてサクサクしてて、すごいね、美味しい。で、チーズのアイスとこのサクサクのビスケットが結構ね、なんていうのかな、ビスケットがそんなくどくないから、チーズのアイスの濃厚さが惜しみなく楽しめます。どっちもくどいとぶつかっちゃうけど、チーズは濃厚なんだけど、ビスケットでちょっとなんか一緒に食べることによってちょっとさっぱり感もありますよね。美味しい。うん、もうほんとチーズケーキ裏切らないアイスです。多分ね、マスカルポーネが入ることによってちょっとより濃厚になってるような気がしますね、私の中で。うん、100% 裏切らないアイスなので、皆さんも食べて損はないと思います。本当にね、チーズケーキを食べてるような感じですね。美味しい。なんかストロベリーやブルーベリーやらいろいろあるけど、下手になんか添えてもらうよりも、私はストレートにこの普通にチーズだけっていう方がチーズの美味しさが引き出て美味しいですね。私的にはこれが一番美味しいかなと思います。皆さんもぜひ食べてみてください。これはどうなのかな、コンビニにもあるのかな、あると思うんですけど、私は近くのスーパーで買いました。皆さんもぜひ探してみてください。今日は森永チーズスティック4種のチーズ仕立て食べてみました。それではまたね、バイバイ。